11時はゆうすけリズムじゃん。毎度恒例の、 自己紹介からさせていただこうと思います。こんにちは。改めまして池内裕介と言います。太陽のシンガーソングライターつってね、あったかい歌、人間臭い歌、もうなんかはみ出し物応援する歌を歌っちゃうぞみたいな感じで歌っております。関西というかむしろこのね自宅を中心にですね、様々なところで活動させていただきます。来週のね3月31日は京都でライブがあったりとかします。ライブチケットなどね、CD のご購入はですね僕のブログからできますので、ぜひぜひ後で見てもらえたらなと思います。このね画面の下の方にね、CD やライブチケット出演依頼はこちら公式ブログっていうのがねありまして、そちらの方からブログに行きますので、ぜひぜひ見てもらえたらなと思います。はい。何やったっけ、そうあなたの街にね歌いに行きますって言って、ただいま本当にねあなたの街に、ギター一本持って歌いに行かせていただくということをやっております。1日池内裕介貸し切り2万5000円でやっておりますので、ぜひぜひ、ご利用いただけたらなと思います。ではね番組紹介に行きたいと思います。この番組は太陽のシンガーソングライター池内裕介がギター一本弾き語りでジャカジャカ歌っちゃったり語り出しちゃったりするよっていう番組でございます。池内裕介のユーストリーム、題してユースケリム。僕の曲の中からですねリクエストなんかも受け付けちゃったりしておりますので、ぜひぜひ、CD をゲットされた方、改めてあの曲を聴きたいねっていう方はですね、ぜひぜひ遠慮なくおっしゃってください。まあ必ずできるかどうかわからないですけども、言うだけ言ってもらえたらなと思います。はい。それでは短い間ですけれども、楽しんでいってもらえたら幸いでございます。はい、よいしょ。今日はね新曲を歌おうと思ってね用意しておりました。よいしょ。どうしようかな。一発目に歌おうかと思ったけど、もうちょっと後にしようかな。やっぱりおーかっこいい言ってくれてる、ありがとうございます。寝室からなんでぐったりしたわ。旦那も言います。旦那さん大丈夫ですか、大丈夫ですか、ぐったりて。いやいや、もう献身的な妻がいるからね、旦那さんも安心ですね。いやーいいね、ラブラブ。やっぱゆうすけさんの歌も喋りも好きだ言ってくれてる、ありがとうございます。おー、ジョリーさん大丈夫ですか、なんか風邪なんかな、なんか体調を崩してる方がすごく多い感じですけれども、大丈夫かな。そんな感じでございます。このね見えますかね、後ろのこの今日僕は生きるフェイスタオルをですね、先週はよフェイントフェイント、先週はねなんちゅうんかね、ピンでねブスッとこう後ろにね止めてたんですけど、ちょっとねそれやと高い部分にしか止めれなかったんで、それやとこう目立たんというかなんというか微妙だなと思って、今日はピン安全ピンでね止めてみました。いかがでしょうか、ちゃんと見えてますかね。これ僕は生きるぐらいはちゃんと見えてるような気がしますけれども、よいしょ。
ではでは、リクエストされた曲からやっていこうと思います。帝国さんこんばんは。横目で見てます旦那。よいしょ。
おー、まみさん、今日この歌アコギでトライしました。いやー、ありがとうございます。よいしょ。靴の歌はね、ほんとね、懐かしい歌なんですよね。もうすごいね、なんかね、ちょっとね、歌いたいなと思ってたんですよ、この歌を。あの、いつかね、それを久しぶりに歌えたんで、これは嬉しいなと思って、リクエストありがとうございます。お、沙織さんが密かに見てくれている、ありがとう。よいしょ。ね、じゃあぼちぼち新曲を歌わせていただこうかなと思います。悪口っていうね、新曲ができました。歌っていこうと思います。
ありがとう。こんな感じのね曲になります。昨日ねできたてほやほやの新曲なんで、まあまあもっとねこう歌い込んでいきたいなと思います。歌聞きながら千葉ちゃんが歌って、ひよちゃんのね娘さん千葉ちゃんっていう子がいるんですけど、親子でね聞いてくれています。ありがとう。おツイッターでお世話になっているトム・ジョードです。長渕お願いってことで、今回はですね、このユースケリム、一応あの僕の歌でやっていこうと思っております。できればねあのリクエストは僕の歌でお願いいただけたらなと思います。結構ねあの YouTube にいっぱい上がってるんで池内ユースケをYouTube にで検索していただくとあのずらっと出てくるので、今日も僕が生きる桜泣くなはみ出し物語がおすすめとなっております。よいしょ。おーにぎまるさんこんばんは。ありがとう。いやーようお越しくださいまして。よいしょ。いい音色ですね。使用ギターと弦が知りたいです。何時までやるんですかってことですけども、だいたいね1時間ちょいぐらい1時間ぐらい いつもやっております。ギターはですねあのギブソンとマーチンとヤマハを使ってるんですけども、今回のやつはですねマーチンの、D28V だっけ、っていうやつをね使っております。弦はですねこれは確かエリクサーやったか、エリクサーちゃうな、マーチンに貼ってるのは確かマーチンの弦ですね。マーチンのコーティング弦を貼っています。はい、そうなんです。ドレッドノート見えるから D28 かなって、もう分かる人は分かるんですね。すごい。スリーフィンガーピッキングとかの曲があったら聞きたいです。こんなやつですよね、スリーフィンガー。今日はねスリーフィンガーでね、どうしようかな、スリーフィンガーか、どうしようかな、スリーフィンガーか、考えてなかったな。そういえばこれいけるかな、スリーフィンガー。あ、じゃあ後でねスリーフィンガーでちょっとやってみようかなと思います。なかなかあんまりねスリーフィンガーやらないんで、たまにはやらないとなとね。いやー感動しましたってくれてる、ありがとうございます。サビの部分がいいなって、これね僕リズムをねちょっとね間違ったんです実は黙っとこうと思ったんですけど、もう言っちゃいますけど、もうちょっとねなんかちょっとリズムが違ってね、だからなんかおかしいなと思って、サビもねもうちょっとねなんやろ、若干なんかが違う感じになると思います。またねこのね僕のこの画面の下にフリクル池内で検索したら曲は無料でダウンロードできるよって書いてるんですけども、ぜひですねフリクルっていうメルマガに登録していただきたいんですけども、登録していただくとですね新曲を定期的にプレゼントしております。そのメルマガでね、メールでプレゼントしておりますので、ぜひぜひ登録してもらえたらなと思います。そのねメルマガで多分まあいつになるかわからないですけど、プレゼント、すると思いますので、楽しみにしておいてもらえたらなと思います。よいしょ。悪口メロディーが想像と全然違いました。どんなんやと思ったやろもっとしっとりな感じなのかな、イメージは。おービアさんいいね言ってくれてる、ありがとう。ラーメンの歌何やったっけ、ラーメン屋ですね多分。おーブラックリリーさんありがとうございます、よくお越しくださいましたなるべくおとなしくしてる、いやいやまあまあおとなしくしてる必要はないんですけどすいません、ありがとうございます本当ね。何やったっけ、あそうそうそう、これからっていうね靴の歌っていうのがこれからっていうアルバムに入ってるんですけど、僕のそのこれからつながりで歌いたい歌を発見しまして、今日歌わせてもらおうと思います。
くれたパンダのぬいぐるみは星を持っている。いつかあなたがみんなを照らす星になりますようにと。不器用なくせにちゃんと可愛いパンダのぬいぐるみ、余った生地で作られた割にゃ今日も笑ってる。あなたを安売りするな、高値で売ってこいと。応援してないような顔して背中を押してくれた。君に見せたかった景色がほら目の前にあるよ。僕の曲に合わせて聞こえてくる大きな手拍子。他の誰でもなくただ君に見せたかったのに。君がいるはずの客席には君だけいないよ。星を持ったパンダっていう歌です。歌はあまり好きじゃないと言っていたのに、別れ際やっとギター弾く姿好きだと言ったね。離れてしまっても君の歌ができ続けているよ。褒めてもらえなくても一番に君に聞かせたあの日。イヤホン片耳ずつ、微妙だと言われても、口ずさんでくれた時とても嬉しかったから。君に見せたかった景色がほら目の前にあるよ。君の目はやっぱ狂ってない。鼻水垂れてきてこれやばいなと思って、このね鼻水落ちるやんみたいなボタって、ちょっと待ってほんとね、花粉っていうのはもうこのシンガーソングライターの天敵ですね。もうよいしょ、ゆっくらせだ。うわー、くしゃみ出そう。急にね、大きいくしゃみしたらごめんなさい。いやー、すいません。
よいしょ。ああ。ああ、まだ出る。ああ。ごめんなさい。すいません。ほんまごめんなさい。うわ、星を持ったパンダ聞きたかったんです。でも、リクエスト躊躇してて。よー、ありがとうございます。なぜ躊躇してたんだろう。ああ、たまらん。はあ、あ、全国の花粉症の皆さん大丈夫でしょうか。ほんま苦しいですよね、花粉症というのは。本当にもう、我が家で一番高価なソニーの20年前1万円だったヘッドホンでフルボリュームで再生中です。アコギ万歳。おお、アコギは本当にいいですよね、本当に。いやーね、ゆうすけさんはギブソンよりマーチン顔だねって。いや、そうですか。そうか、僕の中でね、結構ねヤマハが合うかななんてね、ちょっと思ってるんですけど、でもね、一応でもメインのギターはギブソンのね J45 だったりします。あのライブとかでは必ず使うのが J45 だったりします。黒いギターですね。また好きな曲が増えました。いやー、ありがとうございます。ブラックリリーさんがめっちゃなんか嬉しい感じのことを言ってくれている。歌好きって、いやー嬉しいな。もう星を持ったパンダもっと反応ないかと思ったら、結構好きって言ってくれる感じやったんで、また歌おうかなと思います。ありがとうございます。これは実体験かしらということですが、僕のね歌はほとんどが、実体験をもとに作られております。パンダパチパチパチアチュそれはあれなんかな、ハクションのことなんかな。あっちゅうって、えっちゅうって言いますよね。なんかあの、なんやろ、海外のまあ分からないけど、海外のあのくしゃみはえっちゅうとか言うんですよね。はいそんな感じで、じゃあね、あのバスの歌っていう歌も、リクエストいただいてたんで、虹色の橋っていう、まあ虹色の橋はアレンジしてあるんですけども、虹色の橋っていうアルバムに入ったあるバスの歌っていうのをアコギ一本で歌おうと思います。イエイ。ここからはもう面倒見れません。
乗客は速やかに降りて歩いてください。だけど自分で立てる人は少なかった。長く座りっぱなしだったせいで足は衰え細くなっていた。バスはもらい歩くしかない。バスを恨んでみても乗ることを決めたのは自分自身。バスは遠ざかる知られた自由こと会うようにして進む人影一つ自分が行きたいところ目指して。ありがとう。くしゃみ初体験。いやーほんとね、もうね、今もやばかったですからね。もう鼻すすりながら歌ってましたからね。なんかね、大丈夫な時は大丈夫なんですけどね。よいしょ。うお、垂れた。うわ、お見苦しいところお見せしまして、すいません。これせよいしょ。ああ、たまらん。よいしょよいしょ。ブルースハープは使わないのっていうことですが、ブルースハープ、使いましょうか。じゃあライブとかやったらね、一応用意しておいたりとかするんですけど、結構ね、ユースケリムではブルースハープあんまり吹いてなかったな、そういえば。じゃあね、ちょっと用意するんで待っててください。結構汗。間に合う系ですよ。鼻水たらって。ゆうすけさんの曲は風景が浮かんできますよねって。いやー、ありがとうございます。バスに乗るのは苦手です。バスというかね、まあいろんなことにこう連想してもらえたらいいと思うんですけど、バスの歌は。僕自身はですね、学校っていうものをバスに例えて歌ってみたんですよね。まあいろんな、例えばまあ結婚であったりなんやらかんやら、そういうものでね、いろいろ、連想できるっていうふうにね言ってもらったんですけど、まあ僕は結構そのなんていうのかね、あんまり好きじゃない、まあ個人的にですけどね、そこまで好きじゃないんですよね。その、絶対学校行かなあかんっていうみたいな感じのやつがいいやんみたいな、そのエジソンも行ってへんやんみたいな。そういう感じなんですよ、どっちかっていうと。いや、なんちゅうかな、行きたい人は行ったらいいみたいなね、そんな感じなんですよね、僕の中で。だってまあ便利やし、別にね否定はしないんですけど、まあ僕もね、選ばれたら、選んでいいよって言われたら行ったと思うんですけど、嫌がらず。選べないっていうのが嫌なんですよね。なんかいかな人間資格みたいな、なんかそういうのが嫌なんですよね。そうそう、あ、やっぱり詳しいですね、メジャーボーイなんです。これね、ブルースハープ、ハーモニカの名前なんですけど、なんでメジャーボーイを使っているかというと、実は
あのこの中のプレートがプレートだけ売ってるんですよ、安くて。それがあの結構ブルースハープね吹きまくってると壊れるんですよすぐに。だからねあの買い替えないといけないんですけど、買い替えると結構ね 3,4,000 するんですよね。で中のプレートだけ自分でこう交換するんやったら、1200円ぐらいできるんで、まあ、消耗品なんでね結構まあ、 あの、まあ、そういう理由でこのブルースハープっていうのを使っております。あイオンブロックのマスクね、どうなんでしょう、どうなんでしょう、ちょっと一回使ってみたいけど。ことがとにかく多かった、何かが嫌でしょうがなかった、固まっていないとやたら目立って石を投げつけられることもあった、与えられた目標を目指すのは闇雲に走らされてる気分だった、レールの上じゃないといちいち不安ばかりを煽ってくれる世の中、先生それを聞いた時ただ人間いますか、先生あなたの言葉が胸に残ってます。赴任期間が終わり、僕ら一人一人に握手と言葉をくれた、差し出した右手を掴む時にこれが最後なんだなと改めて思った、先生教師になりたい先生お元気ですか。
元気ですか？先生おかわりないですか？先生僕を覚えていますか？先生あなたの言葉が胸に残ってます。よいしょ。ああ、鼻水が止まらない。指殺せ。よいしょ。ああ。笑いながら鼻かんでもた。今日いい曲ばっかできてよかったって。ありがとうございます。ほんとね、もう。歌い手冥利に尽きるとはこのことですよね。本当にありがとうございます。あー棚が、おー水波形さん、拍手で迎えてごめんなさい。だーたまらん。何やったっけ。そうそう、今チャット欄を、わあ、ごめんなさい、読んでます。もうやばいな今日は。なんやこれ。ああ、よいしょ。4ブロックね、どうなんでしょうね。こう、ね、どうなんかな。ああ試してみようかな。結構ね、厳しいんで。先生、今日娘の担任だった先生に、虹色の橋 CD プレゼントしました。聞いてくれるといいな。いやー、ありがとうございます。ほんとね、気に入ってもらえたら嬉しいです。必死や、僕。はぁはぁ言うてる。歌で語は母言わへんけど、もう花粉で母言うて。私もハウスダスト大変なので買おうかなって。またね、効果のほどを聞かせてください。はぁ、あ。池内ストローク、日本の夜をぶった切ってますねって。いやー、ありがとうございます。よいしょ。私は赤いやつで名前なんてなかったメジャーボーイ。あ、そうなんや。へえ。お、アンドロンさん、こんばんは。またまた遅れた。ボカータオルが、ボカータオル。ボカータオル、確かにボカータオルになってる。今日もボカー生きるタオルね。もうちょっとで、僕の家に届きますので、あれがサンプルなんですけども、もうすぐで、今日もボカー生きるタオル発売になりますので、楽しみにしておいてくださいませ。アンドロンさん、そうなんです。花粉症がね、もう凄まじいんですよね。たまらんと、よくね、逃げずにユースケリム聞いてくれているなと我ながら思いますけども、そう、新曲ね、もうやっちゃったんですよ。すいません、申し訳ないです。またね、アーカイブ残してあるんで、またアーカイブを見ていただけたらなと思います。この歌も今日歌いたいなと思って用意しておりました。小さな部屋とギターと私とあなた、聴いてください。そういえば今日初めてのアルペジオかもしれない。池内ちゃん大丈夫ってことですが、見ての通りな感じです。
部屋でギターが鳴る。私は微笑んでそれを聞くの。響くギターとあなたの歌声、ささやかな喜び心満ちてゆく。ああ、ギターが鳴る。私は微笑んで恋をするわ。ギターを弾くあなたに心奪われ恋をするわ。ギターを弾くあなたが好き、歌ってるあなたが好き、まっすぐ夢に向かうあなたが好き。諦めないあなたが好き、夢を語るあなたが好き、優しく笑うあなたが好き、あなたを作るあなた、すべてが好きよ。夢に追いつけず時に悩み苦しむあなた、とても不安なんだね。何もできなくてごめんという私、それは違うよと優しく笑うあなた。あなたは歌うわ、心歌うわ、澄み切った少年のようにギターを弾くあなたに心奪われ恋をするわ。ギターを弾くあなたが好き、歌ってるあなたが好き、まっすぐ夢に向かうあなたが好き。諦めないあなたが好き、夢を語るあなたが好き、優しく笑うあなたが好き、あなたを作るあなた、すべてが。あなたを作るあなた、すべてが。
がとう。小さな部屋とギターと私とあなたっていうね、塔がいっぱいの歌でございました。ジョディさんがね結構気に入ってくれてるんですよね、多分そうなんですよね、確か。めっちゃ自信ない感じで言ってるけど、はあ、たまらんなこれ。よいしょ。CD 買っちゃいそうですって、ありがとうございます。もしからですね購入を考えてくれてるという場合はですね、Amazon からも買えるんですけども、 Amazon からの購入をしてしまうとですね、サインできないですし、Amazon さんにですね実は 55% 取られてしまいます。金額のうちのね、ですので僕から直接、購入をしていただけたらなと思います。ブログからですね、しつこいですけど、ブログ言うてる、何をブログ言うてねって感じですけど、ブログからですね本当にCD を買うことができます。メニューがねあって、パソコンからしか分からへんのかな、メニューは、メニューがあってですね、そこに CD の購入こちらみたいなこと書いてあるんで、そこからね見てもらえたらなと思います。はい、よいしょ。ボブ池内ゆうすけディラン何やそれ、よいしょ。ああ、ビアさんがこの曲好きです言ってくれてる、ありがとうございます。3,5,7,9,10、ここやな。よいしょ。感情入りまくって切なくなりましたって、いやーありがとう。ちなみに僕はスリーフィンガーが苦手、仕方ありません。テンポよくできるといかにもこやつできます、できるなって感じですよね確かに僕もねそれで結構ね昔スリーフィンガーよくやってたんですよね。なんていうんかな、うまいって言ってほしいじゃないですかやっぱりそういう理由からね、やっぱねやってましたよ、スリーフィンガーの練習をひたすら、テンテケテケテンと、テンテケテケテン、テンテケテケテン、もうそればっかやってましたよ。僕ピックどこやったっけ、あったあった、まあこれでいいや、どこ行った
り手にしてしまったものが、それはそれは心地よすぎたから、欲しい欲しいと薬も止めるように、うつろな瞳で幸せだった、満たされていた、いつから気絶はあったのかな、直したかった、直せなかった、焦れば焦るほど壊れてた、ブラックホール僕を胸の穴、光が届かぬ暗闇、ブラックホールいっそ殺してくれ、自分で死ねない臆病者、いつもやってるのとね、ちょっと感情変えてやってみました。しょい。うがー、この曲かっこいいって、ありがとうございます。なかなかそこまでカポをボディに寄せる人とかないですよねってねこの曲私もしたいです、楽譜とか販売のご予定はっていうことなんですけれども、それもですね、一応あのブログからね、ブログのね CD 購入みたいなところのメニューにねあると思うんですけど、あの、1曲500円、アルバム単位あと1000円っていうことで発売しております。あの、まあブログでわからない方は別に普通にあの Twitter とか Facebook とかでメッセージくださっても OK なんで、言ってもらえたらなと思います。よいしょ。ちなみに髪の毛はあのマジではございませんいやほんまに欲しかったらね、まあ、別に言えなくもないですけど、髪の毛欲しいのって感じですけど、すごいサービス増えてますねって髪の毛を入れるサービスは、一応やっておりません。試しにお願いしてみる。わあ、もう10時超えてるんですね。結構ね今日はなんかねのんびりやらせてもらったなと思います。まあ、僕はね花粉で苦しんでるからっていうのもあるんですけど、あのまあね本当のんびりね楽しんでてくださってありがとうございます。よいしょ。ではでは、この曲でスリーフィンガーをやってみよう。スリーフィンガー言ってくれてるんでね、僕も久しぶりにスリーフィンガーやろうかなと思います。曲の感じ変わるなこれやると。ちょっとねスリーフィンガーはね、はっはっ、手がね凍ってるとっていうか冷たいとね、あまりうまくできないですね。泣くなはみ出し物スリーフィンガーバージョン、メガネくださいやめてください、僕の顔の一部とか言いながらね、ちょっとコンタクトも買ってみようかなと思ってて、今まあいろいろやってみようかなと思ってて、明日ちょっとメイン車行ってコンタクト買ってみます。楽しみにしておいてください楽しみにしてくれるかどうかわからんけど、泣くなはみ出し物。たった一人涙ぐんで、寂しさ噛み殺してた、石を投げつけられた時、世界から切り離された、楽しそうに笑う日
入れなくて、いびつな心で誰かを羨んだ。その先には何もない、わかっていた、帰れなかった。泣くな、はみ出すもの君は、今にそこを抜け出せるかな。泣くな、はみ出すもの人と違うってことで笑えるから。まずは人を好きになってみた。勇気を振り絞った、また弾かれるの覚悟だった。怖い顔した世界が初めて微笑みくれた。空がこんなに青いと下ばかり見て気づかなかった。別の角度から物を見てるなら、それぞれの立ち位置から伝え合えばいいだけだった。泣くな、はみ出すもの君から、見えるものを教えて「泣くな、はみ出すもの、それは誰かの希望かもしれないから。泣くな、はみ出すもの、ずっと君が苦しんできたこと。泣くな、はみ出すもの、それは世界を塗り替える力だ」誰が否定しても、泣くな、はみ出すもの君は、君を信じてるじゃないか、君を信じてるじゃないか。La la 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 la.久しぶりにね、スリフィンガーやりました。しかもこの曲でスリフィンガーやるとは夢にも思ってなかった自分で。何が起こるかわからないユースケリム。くしゃみはするわ、鼻水噛むわ、なんかね、急にスリフィンガーするわ。ほんとね、もう生やからこそですね。ほんとありがとうございます。まあ生というかなんというかね、生放送やからですよね。ほんとこのバージョンの歌欲しいです。いやー、ありがとうございます。よいしょ。またね、まあ結構あまりにもリクエストが多いぞこれはってなったらね、スリーフィンガーバージョン泣くなはみ出し物もレコーディングしてみようかなと思います。やばいこの弾き方。
髪の毛って言ったらわら人形そうなんや。そうそう、ピックをくださいって言ってた方がいたような気がする、ピックはね、僕はクレイトンのね白いやつの 0.5 ミリっていうのを使ってます。まあ、この白いのがなかなかなくてね、僕は発注してもらってるんですけど、お店の人に。大体ね、置いてるのがね、茶色いやつなんですね、クレイトンは。で、それのね、白いやつが僕は気に入ってて。やっぱ違うんですよね、茶色と。そんな感じで、白いクレイトンのピックを使ってるので、ぜひぜひよかったら試してみてください。では、ほんとね、穴がいい時間、聞いてくださいまして、ありがとうございました。次の曲で。名残惜しいですけれども、最後にしようと思います。後ろにね、今日も僕は生きるっていうタオルがありますけれども、これね見えるかな、このね、今日も僕は生きるっていう言葉は本当僕にとって特別な言葉になっていて、本当ね、きつかった時にね、今日も僕は生きるってツイッターでつぶやいたらめっちゃ反応があってね、めっちゃっていうか、なんていうか、いい反応ばかりじゃないですけど、何やねん勝手に生きるやみたいなね中にはそういう反応もあったりとかして、まあでもね、私もやっていいですかみたいなことを言ってくださる方もいて、それからね、本当に毎朝欠かさずね、やってるうちに明日も僕は生きるなんて言葉もできたりとかしてね、本当ね、特別な言葉なんですけれども、その言葉でね曲を作りました。聴いてもらえたらなと思います。そう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 、ほんでね、その今日も僕は生きるっていう歌のね、ロックンロールバージョンをですね、発売中でございます。3曲入りの、カラオケバージョンが1個入ってて、おまけが1個入ってて、今日も僕は生きるのロックンロールバージョンが入ってる3曲入りのね CDR なんですけども、1枚1000円で発売しております。欲しい方はですね、ツイッターとかで、言っていただけたらなと思います。ツイッターとか、まあ、ブログとかからですね、を見て、メールいただけたらなと思います。そう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 、それでね、3月31日京都でライブあります。わからん屋さんというね、わからん屋っていうので検索したら出ると思いますので、ぜひぜひそれもね、ごつごつくようでしたら、これもまたブログからチケットが購入できますので、見てみたんだ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 と思います見てみていただけたらなと思います。そうそう、まあもう本当ね、まあもう 何よりも一番おすすめな無料のメルマガなんで、これはもう本当にね、フリクルっていうので検索していただいて、フリクル池内祐介で検索していただいたら出るので、ぜひぜひ登録していただけたらなと思います。現在462人ぐらいがですね登録してくださっています。いやー、ほんとね、大見内さん、こんばんは、間に合ったって言ってくれてるけど、一応次の曲で最後になります。がっつり魂込めますんで、この曲聴いて帰ってくださいませ。ヒーターとぶっ倒れたらかっこいい。時間が経つのが早い言うてくれてありがとうございます。じゃあ、ほんとね、今日はありがとうございました。また来週お会いしましょう。ぜひぜひまた遊びに来てください。みんなの待ち合わせ場所、池内祐介とね、みんなとのなんか変わるぞ、池内祐介とみんなとの待ち合わせ場所、祐介リームでございます。またお会いしましょう。ありがとうございました。今日も僕は生きる。もわからないまま生み出されて、気がつけば地面に立てと言われてた。生まれて間がなくてもすぐわかった。これから幾度も波に飲み込まれるんだと、雨が立ち塞がる後は割れてる土砂降りの日がある。そのすべてが重なることある。今日も僕は生きる。今日も僕は生きる。生きて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 やれ。今日も僕は生きる。今日も僕は生きる。冷たい風が頬ずっとずっと握っても
ないままずっと疑問に思ってた。人によってなんで幸せは違うの。どこで笑う人を自殺する。金持ち一体何を追いかけたら僕らと幸せと言えるだろう。今日も僕は生きる。誰で立ち尽くしたままでさえ切れてるというその中に生かされてるという事実があったなら、僕が生きるその中にも誰かを金曜日になるとこの歌を思い出して、ぜひぜひこのページにまたお会いし会いに来てくださいませ。またお会いしましょう。池内祐介でした。バイバイ。